ロンドン地下鉄1995系電車は1996年から製造され、1998年6月12日に営業運転を開始したロンドン地下鉄、農ン専用の電車。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属する。1959系、1972系の 地間用として6両編成106本が1998年6月12日から2001年4月10日にかけて順次収益した。1995系の導入により農山線はワンマン運転化された。1995系の形式名にかかわらず、客用ドア部滑り止めと一体となった製造者名板には1996と刻印されている。 1995系の形式名は、ジュビリー専用1996型との区別のためだけに与えられたと考えられる。バーミンガムのアルストムで、ほぼ同時期に製造された1995型には1996型との類似点が多いが、座席配置、運転席の設計、編成量数などに差が見られる。本文中の車両形式略号などは、 ロンドン地下鉄の車両形式及び、車両番号の付与方法を参照のこと。1995系製造名版1995系戦闘車側面図1995。扉はすべて、外吊り式。車体は、ロンドン地下鉄標準の赤青白の3色に塗装され、先頭部は赤く塗られているが、1992系統と同様前面窓周りがノーハ灰色に塗装されている。 外観は九百九十六軽電車に酷似するが、最大の相違点は、台車で、九百九十六型が、ゴム枕羽根のアルストム製である一方、九百九十五型は起伏の多い能山線の路線形状に、対応するため、ボンバルディア製アドトロンズ空気羽根台車を装備している。モケット張り替え前の九百九十五系、車内モケット張り替え後の九百九十五系、 補助椅子座席はロングシートで登場時は N の模様があしらわれた藤色と灰色のシートモケットが使用されていたが2007年10月から1996型や1973型と同様のロンドン地下鉄標準の出したような色の四角い枠の模様があしらわれた青いモケットへの交換が行われ2008年初に完了している 中央扉脇には跳ね上げ式補助椅子のある車椅子スペースがあり、車端部にはよりかかれるよう腰の高さにモケットが貼られている。1995型はデッドマン装置付き右手操作のワンハンドルマスコンで制御される。取っ手を時計回りに90度回すことでデッドマン装置が解除され、取っ手を前方に押し出すことで加速、手前に引くことで減速される。 DMTMDOM3 両ユニットを2本背中合わせに、つないだ6両編成を組み、DM は515、516から、T は525、526から、MDOM は535、536から始まる車両番号を持つ。同ユニット3両の下3桁の番号は同一で、北側に連結されるユニットが、偶数の南側に連結されるユニットが、 北側のユニットの下3桁に一を加えた奇数の番号を持つ編成を組むことが基本である。例、515105251053510、プラス5351152511515111部編成の T 車には、終電用レールの防抗リ装置が設けられ、防抗リ装置チ不編成の3桁目の番号は7と、された上、先頭部車両番号には、白丸が付けられ、 容易にに識別できるるようになっている1995型と1996型は類似した車体を持ち、共にアルストム製であるが、異なる制御装置を採用している。1 9 9 6系の設計は1991年に1995型より早く確定したため、1995型よりも古いシステムが採用されている。1996型は、 GTO サイリスタによる VVVF インバータ制御1995型はアルストムのアニックスと呼ばれるイベットによる VVVF インバータ制御である1995系戦闘部1995型には女性の自動放送装置が設置されている放送の例を以下に示すノーザン線はナショナルレール各線との接続液で以下の例のように 近郊へのメインラインと放送が流れる唯一の路線である。1995型にはロンドン地下鉄で唯一のアカットの機能があり、ムーアゲート、カムデンタウン、チャリングクロスで使用される。1995系電車のメンテナンスはアルストムの子会社であるノーザンセンサービス会社との維持管理契約の下で運行されている。メンテナンスはゴルダーズグリーンとモーデンの 管理センターで、アルストムにより行われている。管理センターの支所が、エッジウェア、ハイバーネット、ハイゲートにあり、ケニントンにも要因が常駐している。ハービー 2002P34? ありがとうございます。